アットホームと風通しっていう2つのワード出たじゃないですか、はい、これ一番やばいんですよ。私が採用にどれだけ熱意があってオタクかと、はい、最後の話とかちょっとキモいですもんね。はい、TikTokさん上本です。今回ですね、引き続き影山さんに来ていただきましてよろしくお願いします。お願いします。影山さんはですね、採用オタクとして採用の上流工程から実際の実動のご支援というところまでをされてらっしゃる採用プランナーという形でですね、私の採用で支援させていただいているプロジェクトとかでよくご一緒させていただくことが多いので今回お呼びしています。今回のテーマはですね、これができていない企業は採用活動を失敗するぞということで、影山さんこれまでいろんな企業を支援されてきた中で見てきた、これできてない企業多すぎるよね、前らこれができてねえから採用うまくいってねえんだよっていうところをちょっとぶっちゃけ話で聞いていきたいなと思っているので、もしこの動画を見てああうちかもって思った方はですね、だから採用が失敗してるんです、ぜひお問い合わせをくださいというところなので、ここからの動画最後まで見てください。じゃあちょっと2本目入る前に簡単にまた自己紹介だけお願いできますか。皆さんはじめまして、影山のえと申します。もともと大学時代にラクロスの日本代表をやっておりまして、そこからラクロスちょっと力入れてやりたいなと思った時に仕事しながらラクロスもしていいよとお声掛けをいただいたVIP社に入社をいたしまして、バイトルという自社のメディアを売らせていただいておりました。そこからお客様の採用を本気で解決するとなると自社メディアだけじゃ採用が成功しないというところがあったので、いろんな媒体を取り扱う採用広告の代理店に転職をいたしまして、でそこではバイト領域ではなくで中途領域で企業様のご支援をさせていただいておりました。その次の会社では SaaS の外資系のシステム会社になるんですけれども、主に企業様の企業内教育をご支援するようなところになるので、採用した後の社内教育ってどうしたらいいんだっていうところを学んだ後に、今は各社さんの社外人事やらせていただいたりとか、あとは企業さんの採用のご支援というところをやらさせていただいております。はい、よろしくお願いします。はい、入りから出まで全部 HR 領域ということで、はい、ずっと採用に携わってきて、かつも人事の気持ちも分かるというところでですね、本当採用語らせるとプロなので今回ですね、うまくいってない事例教えてください。もちろん多分めっちゃ見てきましたよね。あ、めちゃめちゃ見てますし、すっごい言語化できてます。あ、なるほどなるほど。それこそ影山さんがプランナーとして企業さんにちょっとうち採用うまくいかないんだけどって言ってこう入るケースが多いわけじゃないですか、出番としては、はい、その時によくありがちなこれあるあるだよね、これやってる人は今すぐやめた方がいいぞというのをちょっと一個ずつ教えてください。今の質問でいくと、はい、そのお客様からだといやそもそも応募が来なくてとか、有効的な人じゃなくてとかが多いんですけど、それをもっと深掘りをしていくと、そもそも社内の体制としてそりゃうまくいかないよねっていうパターンと、その会社に依頼してたらそりゃ来ないよねっていう担当営業の2つの側面があるなっていうのをすごい思ってます。社内としての取り組みっていうところと、もしそれを社外に切り出した時にこういうやつに発注してるとうまくいかないぞっていう、その2つがあると。じゃあちょっと社内編からいきます。社内編は5つか4つぐらい挙げられたらいいなと思っていて、1つは声を大にして言いたいんですけど、社長が採用の重要性を理解していない、もしくは採用現場を知らない、これ一番やばいですね。でも結構いません？結構います。人事部に任せて、はい、最後の面談だけ社長が出るか出ないか、たまに出ない人もいるみたいな、結構見てる中でいますけど、これ何がやばいかっていうと、社内のコミュニケーションとして生まれるのが、人事の人は採用うまくいきませんでした、今期何人足りません、そうすると社長はいくらかけたんだ、なんで取れなかった媒体変えろとか、表面的な会話が生まれちゃうんですよね。でも採用がうまくいかない理由って別に手法だけじゃなくて社内にもあると思っていて、例えば条件の見直しとか教育制度の見直しとか、もう上げたらキリはないんですよ。それを変えることができるのは社長だと思ってますし、自社のことを全て知ってる社長だと思うんですね。だからその対応がうまくいかない原因っていうところを人事にフル任せするんじゃなくて、そこはやっぱり社長さんがどれだけ求職者の方が来たいと思う会社を作れるかっていう、ここが一番重要だと思うんです。なんでもう一番に挙げさせていただきました。あ、なるほど。でもどうするんですか、影山さん。そこにうち採用うまくいってないんだよね、社長がいや人事任せててさみたいな人だったらこれ2つありまして、はい、むちゃくちゃプレゼンをしてあなたがやらなきゃ厳しいんですよ、会社存続しないですよっていう話をするか、うまくいかないですよっていう前提をしてやってもらって、うまくいかないですよねってご理解いただくか。あ、なるほど。うまくいかせないことであなたがやらないといけないんだよっていうふうにするかと。じゃあまず採用においてはトップのコミット度が一番重要ですよと。そうですね、もうこれは間違いなく手法問わずなので、採用がうまくいく会社は社内の体制とか他の求職者が見た時に働きたいと思う会社なんですよね。それはもう手法じゃないんです。なるほど。リファラルにしようがダイレクトにしようが媒体広告使おうがもう何しても一緒だと。そこは絶対一緒だと思ってまただまあ変えられないところがあるので、そこ手法とかいろんなことでプランニングでご支援させていただくんですけれども、一番はここは大事だなとすごい思いますね。なるほど。まず根本、社長がコミットしろそして2つ目は何になりますか？2つ目は自社の強みを社内共通言語として言えない。社員がそんなん大体の会社は言えなくないですか？言えないんですけど、でも思いません？例えば求職者の人が面接しに来た時に「御社の強みって何ですか?」って求職者が聞いた時に、人事が「そうだね」悩んでたら嫌じゃないですか。人事はさすがに用意してるでしょ。でもそんな会社多いんですか？そう、まあいますいます。でなおかつ言えなくていいんですよ。なんでかって言ったら客観的に見れてないんですよね、会社のことを。私もよくいろんな会社の方ご支援させていただく時は壁打ちみたいな感覚で使っていただきます。強みがないわけじゃなくて言語化ができてないだけなので、なんで今の会社に社員さんって働かれてるんですかっていうのを聞かせていただくと結構出てくるんですね。それをワードとして皆さんが共通の言語として使えるようにワーディングのご支援をしてるっていうイメージですかね。それめっちゃ大事ですよね。マーケの時とかもユーザーインタビューというか、なんでこれ買ったのっていう時に購入理由ってあるわけじゃないですか。商品がいいなのか、パッケージがいいなのか、誰かが使ってたからなのかとかって、やっぱこの理由をちゃんと明文化してそれが刺さる人たちにメッセージ発信していくのが採用マーケティングなんかあるべき姿なのかなって僕は思うんですよね。おっしゃる通りです。やっぱマーケですね、今。やっぱどちらかというとそっちもマーケ目線で捉えちゃうので、そういう意味では人事の人ってそこの整理は、人事もやっぱマーケターではないですし、されてない方が多い、もしくはしてても本当にそれ強みなのっていうのを強みとして語る人が多い。そこどうですか？それは目線がやっぱ自社に向いちゃってるからですね。胸を張って僕たちの強みって家族みたいに社員が仲いいことなんです。それ蓋開けてみると他の会社もそう言えるし、全然そこって強みじゃないんですけど。そうそう、それありますよね。本当にあなたのユニークなそれ強みなの？別にここそんなアットホームでもないぞみたいな。アットホームマジやばいですね。風通しとかそんな風通しいいかみたいな、うちの方が良さそうだけどなみたいなってあるじゃないですか。それは確かに磨くべきだけど、自分たちだけだと難しいので社外の人と話すのか社内でディスカッションしてくるとかが良さそうですよね。それで言うと結構社員さんを含めてディスカッションすると、より社員さん全体が採用を強化していかなきゃっていう気持ちにもなりますし、強化されるので結構いいなと思います。ワークショップ実際やったことあっていいなと思います。なるほど、これはもう気をつけてくださいと。いやでもすごいそれはもう本当にわかります。同意って感じ。あ、1個追加していいですか？もちろんもちろん。今出てきたんですけど、アットホームと風通しっていう2つのワード出たじゃないですか。これ一番やばいんですよ。なんでですか？みんな言うくないですか？求人広告業界で一番使っちゃいけない言葉で、なんでかっていうとみんな言うっておっしゃられたじゃないですか。みんな言えません？みんな言えますよね。みんな言えますよね。強みじゃないんですよ。アットホームはなぜアットホームと言えるかっていうところを細分化しないといけないですし、風通しも実際のエピソードを入れていかなきゃいけないっていうのがありますと。だけれども出せない会社があるんですよ。そういう会社が使ってるんです。なるほど。これ求職者目線になっちゃうんですけど、求職者の方はこのワードを使ってたら本当に会社のこと調べた方がいいです。逆にみんなその具体的なエピソードを出してきてる会社が多いってことは、そのワードを使ってるだけでは取れなくなってるってことなんですよね。今多分ですけど、アットホームって書きましょうとか風通しがいいって書きましょうっていう営業マンだったりとか人事コンサルタントもいるわけですよね。だからみんなあれ書いてるわけじゃないですか。例えばウェブメディアとかにもアットホームって書けばいいとか多分書いてある記事ってどっかにあると思うんですよね。それを鵜呑みにすんだと。そうです。言われたらやばいです。ああ、アットホームいいですねとか言われたら結構やばい。どんなところがアットホームなんですかとかって具体のエピソード引き出せてないとちょっとそこはおもろいですね。そのワーディングみたいなところ、そのワーディングみたいなところで他なんかこれ使ってるところやばいとか、こういうことを打ち出してる会社は採用別にうまくいかないよみたいなってなんかあります？具体的なこれとは言えないんですけど、どこの会社も言えるようなありきたりなエピソードを載せてしまうことが NG で、そこはもう一歩営業が深掘りをしないといけないところだと思いますね。例えば、いや先輩社員がすごく優しくて丁寧に教えてくれるんですってよく言うんですけど、それよく言えるじゃないですか。例えば先輩が優しいと感じたのってどんなエピソードがあるんですかっていうのを1個拾ってあげるだけでちょっと特徴的な話が出てきたりするんです。でそれをいかに媒体に転用してあげるかとかが大事かなと思います。媒体作る時ってどうやって作るんですか？そんな社員インタビューとかがっつりして強みの洗い出しとかして作るもんなんですか？あ、そうですね。一応フローとしては取材が挟んでいて、これは媒体社の制作がやるので、発生はするんですけど、そこにできる営業はしっかり自分がディレクションに入って深掘りの手伝いをしてるかなっていう。媒体社の取材班が取材するのと、例えば影山さんがディレクションに入って取材するのだと、どこに何のクオリティの差が出るんですか？どこに何のっていう質問ちょっと変えて、なぜ制作マンより私がやった方がいいのかっていうところで言うと、私の方がそのお客様が困ってる職種とか、困ってる課題とかをリアルで現場でいっぱい聞いているので、どういう風に打ち出したらいいかとかってより分かるんですよね。どういう風に書いていったら求職者が魅力的に思う原稿になるのか、はたまた制作側って依頼された案件をバンバンやるので、この業界に強い人とかこういうベンチャー企業に強い政策とかじゃないんですよ、事例が汎用的っていうところが違うのかなと。ある種取材班はパッケージ取材みたいな感じになるんですか？そうですね、決まった質問項目テンプレートがあって、はい、それを聞くみたいな。そうですね、そこをオーダーメイドで個人に合わせて聞いていって、それを抽象化して作りますっていうのが影山さんで、ただ数をこなさないといけないっていう面もあるので、うわーっといろいろ聞いてやってるのが取材班です。そういう切り分けになるんですかね。そうです。媒体社の制作でもこの人が作る原稿は採用が出ますみたいな人いるんで、人によるっていうのは全体あるとは思うんですけど、決まったフォーマットがあってっていうのはあります。他になんかこれやってると失敗しがちなみたいなってありますか？手法の見直しができてないところ。これは昔から人材紹介をやってるんでとか、昔から求人媒体売ってるんでまたこれも媒体打とうと思いますとかはちょっとやばいかなと思ってます。求人媒体そんなに多くないじゃないですか。あんまり媒体選定のところでガラッと変えていって効果が出るかどうかってちょっと懐疑的な部分あるんですけど、実際の話どうなんですか？媒体を変えましょうとかやり方を変えましょうっていう話ではなくて、採用手法も新しい手法出てますよね。それこそ今 TikTok とか Twitter を使った採用とかって、本社もちょうど YouTube で100人採用したっていうあるじゃないですか。そこに取り組んでる企業って何割ぐらいいるんだろうっていう話なんですよね。検索エンジンで Indeed とか、他にもいろんな種類あると思うんですけど、そこに積極的に使ってみようと思って使ってる会社ってどれぐらいあるんだろうとか、自社の採用サイト見直してほしいなとか、細かい手法ってたくさんあるんですけど、でもそこに行かないで視野が。だから確かに採用サイトとかも結構作りっきりにする企業多いですよね。あ、そうですそうです。2、3年に1回は絶対変えた方がいいと思う。あ、そうなんですね。だって社員インタビューとか古くないですか？古いじゃないですか。しかも採用サイト会社とかでよくあるのが作りきりパターンが多いんで、情報が更新されないってことは結構ウェブ会社だとありますよね。それもちょっとナンセンスだなと思う。だってなんで求職者は自社の採用サイト見に行くのかって言ったら、その会社の最新の雰囲気とか知りたいわけじゃないですか。リアルを知りたいわけですからね。でも見てるのって2年前の情報なんですよ。ウォンテッドリーとかはそういう最新の情報を運用する形のあれなんで、こう人気があるんでしょうね、求職者からすると。それこそウォンテッドリーも作った記事を採用サイトに載せるだけでもいいと思っていて、それも載せたら更新されたらちゃんと採用サイトも更新するっていうフローを踏めてるのかっていうのは結構大事かなと思います。そういう施策のアップデートと見直しとっていう、その媒体だけを買うとかじゃなくて、新しいのいっぱい出てきてますよと、そもそもリファラル採用やってますかと、ダイレクトやってますかと、じゃあそこもちゃんと試した上で採用戦略全体を設計しましょうよっていうのがあるべき姿ってことですよね。そうです。今おっしゃっていただいたものすべて先行投資型になるので、投資をするべきか否かっていう判断になるんですね。確かに。そうすると社長とか経営陣をどう口説けてるかっていうところが重要になるので、一番に戻ってくる、はい、一番に戻ってっていうようなところなんです。そこで社長が採用に乗り気で理解があると、いいよ人材はうちの宝だからみたいな感じの話になって投資していこうみたいな話になると、なかなか投資しにくい分野だと思うんですよね。採用サイトもそうですし、なくてはならないものではないので、企業様にとってあったらいいななので、そこをこうどういかに攻め手でどんどん投資していこうかって言える社長さんがいるからもう結構重要かなとは思いますね。これちょっとずれちゃう話になるんですけど、採用に対する施策の選定って僕めっちゃむずいなって思うんですよ。確かにおっしゃるとおり先行投資のものって結構あるじゃないですか。例えば YouTube するにしろ、ダイレクトメディアにこうお金払うにしろ、結果が出るかどうかわからんっていうところありますよね。どこに選べばいいのってなった時に結構不安で、結局不安が募って戻ってくるところは成果報酬の人材紹介になるっていうところ結構あると思っていて、それってどう検討してどう選ぶべきなんですか？それでいうと1個気をつけてほしいっていうところはありますと。何かっていうと、本当にそれってうまくいく、採用できるって企業側って聞くと思うんですね。そうした時に採用できますだから僕に任せてくださいっていうのはちょっとやばいかなと思います。営業マンがなんかもう本当今おっしゃっていただいた通り絶対がない世界じゃないですか。なのでそれをしっかりと伝えられた上で選んでもらうか否かっていうのは、まず営業マンとしてすごい心得ていてほしいなっていうところが一点あって、そうじゃなくてまず企業はどう選ぶか。そうその企業も包括的に支援してくれる人にお願いするっていうケースもあれば、あるいは自社でまずはこれからやっていこうとかっていう自社運用する人たちも結構いるじゃないですか。その時に何を判断基準として自分たちのこの採用活動をプランニングしていけばいいのかっていうところを教えてほしいんですよ。多分影山さんが入ったら、例えば僕採用困ってるんですってなった時に、あなたの会社の状況だったらダイレクトがいいですよとか、いやここは求人媒体のマイナビが相性いいですよとか、あるいはここはリファラルで行くべきですとかっていうのをアドバイスしてくれるじゃないですか。あれは何を判断基準として持っていて、何をもとにそれを選定してるんですか？うわ難しい。多分社内ノウハウ的な部分になると思うんですけど企業めっちゃ気になると思いますよ。他の商材のこともすごい詳しいので、もうしこたま調べるんですよ。お客様が困っているっていういうところの市場も調べますし、なった時のもう全部の手法の今の市場感を調べるんですよ、他の事例とか。でなって全部の手法を見て、各手法の同じ同業者とかがどうやってるのかとか、うまくいってる例とかを見て、この会社はここだなとか。じゃあそれもある種マーケ的な話になってきて、はい、競合他社が何で採用しているのかとか、今トレンドがどうなのかとか、同じ業種業界同規模の会社がどうなのかみたいなところを調査した上で、それを自社に当てはめるんだったらどうすべきなのかみたいな知見があるから選べてる。まあちょっと俗人的になっちゃうんですけど、はい、私も人事業やっているので、人事の方が持っている業務量とかも踏まえた上で、ダイレクトがいいのかとか、手法はダイレクトがいいんだろうけど多分この人打てないな、そうするともったいないから外注してもらうプランまで入れるか、それともそれを踏まえた上でやってもらうか、一旦まずは広告やって募集集めてから次にとかっていう。なるほど。企業側が選定すると、自社で頑張って選定したいですっていう時は、まず自社の状況を把握しましょう、トレンドを把握しましょう、競合を把握しましょう、および実現可能性のところも把握した上で、どこがいいのかっていうのを決めていくので、一概にあなたにはこれとかをパッケージとして売ることはできないはずってことですよね。そうですそうです。ただ世の中の求人営業マンとかは、いやこのバイトの人は取れますよ、御社だったらまあこれっすよっていうのをなぜか直販の人が言ってくるとかっていうのがあるから、いや本当にっていう課題感を感じてるって、そういう理解でいいですか？おっしゃる通り。ウェブ業界でも本当に SEO がいいのか YouTube がいいのか広告がいいのかとか分かんないのに、絶対広告ですとかって言われても本当にってやっぱマーケターだったらなるので、そこが人事領域だとまかり通ってるのはちょっとキモいよねっていう話。なんか似てますね、業界の闇。結構似てると思うんですよ。採用って結構ウェブと似てるところがあると思ってて、採用ってブランディングがとかでごまかすっていうと変な話なんですけど、一番なんだかんだ重要なのってマーケティングとして採用に取り組むかどうかってすごい重要だと思っていて、数字を追う世界じゃないですか。ウェブのマーケティングと結構似てるなっていう感じがしているので、僕も物申したいことが結構あるみたいな。いやそうですよね、今すごい思いました。応募というコンバージョンをどう取るかじゃないですか。でもこの後出てきたことあります、採用の話。いやないですよ。そこのぶどまりがどうとか、 CVR 上げるためにじゃあどこの数字を KPI を改善すべきなのかみたいな話をすると、大体へって顔をされることが多いので、我々のマーケーターとして波長が合うだろうなっていう影山さんをご紹介するとうまくいくケースが多いっていうそういう背景なんですよ。なんか誘導したみたいでありがとうございます。で他、まあちょっと今業者の話になっちゃいましたけど、こういうこう取り組みしてるとやばいみたいなのって何かありますか？ちょっと今ボリューム出ちゃったので、他の項目がサクサクっといくと、例えばタレントプールの概念を持ってるか否かも結構大事だなと思っていて、これからの採用市場ってもっともっと今よりもそれが難しくなってきちゃうんですよね。そうすると採用したいターゲットの層って非常に減ってきちゃうわけじゃないですか。これ営業と同じ考え方で、見込み顧客をどれぐらい担保できてるかっていうのも採用市場においてはすごい大事だなと思っているので、面接をした時に今タイミングが合わなかったねっていうような人でも、また1年後とか連絡をしてみたりとか、3年後連絡をしてみるってことが大事だよねっていうことを会社としてふんわり今の段階で言うと知ってるかな知ってないかなっていうのは大事かなと思ってます。応募来た人をちゃんとつなぎ止めておくというか、また追いかけのフローが組めているかとか、あるいは例えばですけど公式の LINE リストみたいなのを作っていて、そこに求職可能性のある人のリストを持っておけるかどうかとか、そういう取り組みが今できてますかと。応募してきてもらってダメだったら終わりっていうので終わってませんかっていうことですよね。今まだそこに取り組めない企業って多いと思うんですよ。工数が割けないとか、まだ他に優先すべきことがあると思うので、なかなか取り組めてないなって印象はあるんですけれども、今後そこに早く着手をしていて、しっかりタレントをプールできてる会社さんは4年後とか3年後わかんないですけど、最後うまくいってるだろうなとはちょっと思ってます。なるほど。確かに課題感の一番もう大元としては、どちらかというとタレントを貯める前の募集団形成、やっぱ流入をどう取るかっていうところの方が課題にやっぱ感じてる企業さんが多そうなので、ちょっと後になりそうですよね。そうです。先を見ると絶対やっとかないといけないよねっていう、はい、そうです。でこれもう一個ちょっと根拠があって、はい、今日本ってキャリア採用になりつつあるじゃないですか。でそれってアメリカもそうだと思うんですけど、アメリカとかってリンクドインとかで企業が直で求職者にコンタクトを取って採用するのが主流になっているっていう中で、やっぱタレントプールしたりとか、直で企業さんコンタクト取るってこと当たり前になってるんですよね。多分日本ってそうなると思うんですよ。それはもうキャリア型になっているので、一本釣りが絶対に必要になってくるので、そうなった時にいかに見込み顧客を用意できてるかっていうのはもう絶対必要ですね。絶対必要。そこをもう今のうちに取り組んでいるかどうかで、5年後とかの採用成果が変わる可能性がありますよ。はい、なるほど。はい、他なんかやるべきこと、ね、これやってるとうまくいかないっていうのはあります。そうですね。はい、採用担当者が専任じゃない会社、これ難しいと思うんです。ベンチャー企業さんとかだと従業員30人いくまでに専任の人事って置けないと思うんですよね。でこれは結構社内的にも難しいなってすごい思うので、リソースス不足とかもあると思うので、そういう会社さんは副業人事と申しますか、今まで人事やってましたとか採用にすごい詳しいですみたいな人を外部で入れて、それまでは兼任とかをしてサポートしていきながら、まあ、50人規模ぐらいまで持ってって専任を置くとかがいいかなとちょっと思ってます。やっぱ人事は専任がいいんですか？人事は専任が見るべきだとは私は思いますね。なんでかっていうと、人は宝じゃないですか。もうこの世の中になってきた時に採用がうまくいかないといけないと思っていて、応募取ってくるところまではマーケティングの脳なんですけど、応募後って営業と一緒だと思うんですよ。そのマーケでリードを獲得して、そこの人たちに面接日を獲得をして商談という面談をします。そこってもう営業と同じフローじゃないですか、なのでそれをしっかりとノウハウを蓄積して自分が強い人になるべきだと思うんですよね、人事の人が。なるほどなるほどなるほど。人事として相手をちゃんと口説き落とせるかどうかとか、競合他社というところにリプレイスされないかみたいなところのリードを握るみたいなところは人事がちゃんとやるべきだし、そんな片手間でそれができるわけでもないよ。ちゃんと人事という営業に専念しろってことですよね。そうですそうです。だって営業って兼任しないじゃないですか。それはそうなんですよね。僕もやっぱり人事やってて思ったのが、めちゃめちゃ営業だなっていう。そうですよね。これがすごい大企業になったりするとまた別なのかなっていう感覚はあるんですけど、中小とかあんまりプレゼンスが高くない企業とかだと、もうガチガチに営業で囲いに行くっていうのがすごい重要じゃないですか。はい、クロージングとか細かいテクニック発生するわけですよ、面接後って。そこは会社として蓄積が溜まっていて専任が置かれている状態じゃないと厳しいんじゃないかなっていうことです。無理な場合は専業の人を外注で置いて兼任させながら育てて、社員が増えたら専任にしましょうと。そうですそうです。なるほど。他ありますか？そうですね、今もうちょっと企業側のことをお伝えしてしまったので、発注するときにこういう人には気をつけろっていう発注先、私広告上がりなので、求人広告のことを多分いっぱい言っちゃうかなと思うんですけど、さっきのあれですね、絶対行けますっていうやつはやめとけみたいなやつですね。申し込みした後に連絡が来ないとか、取れないみたいな、嘘みたいな話ですけど本当にあるんですよ。あとはご掲載いただいた後に2週間とか定例でミーティングを組まない人もいらっしゃると思うんですね。そういうところとか、あとは例えば応募が来ませんでしたと、来なかった時に応募レポートみたいなのが出るんですね。媒体者が出してくれるんですけど、この数字を見ても数字からその課題を解決しないで、適当にとりあえずキャッチコピー変えてみますねとか、写真とりあえず差し替えとくんでとか、そういうのはやばいですね。結構でも多いっすよね。僕もやっぱご支援している企業の、何変えてるんですかって聞いた時に、求人票をとりあえずキャッチコピー変えて、中変えて写真変えてますみたいな、なんでそれ変えたんですかって聞くと、媒体の営業マンが言うからっていうケースが結構多いんですよ。まあこれが直販なのか代理店なのかっていうの分かれるんですけど、そこにロジックも何もないなっていう感覚を受けていて、だからそこでどうにかなんないのかなって思ってるんですけど、どうにかなるもんなんですか？なりますなります。だってそれこそ応募レポートって細かく一覧 PV とかコンバージョンとか間の数字抜かしましたけど、いっぱい細かくデータが出るんですよ。それを自社メディアだけじゃなくて他のメディアだった時にとかっていう視点を持って、なぜこの結果になったのか、まあマーケですね。本当マーケ分析ができない。それこそ1本目の動画に戻っちゃうんですけど、営業マンがマーケの知識を知らないので、具体的な課題解決策を出せてないんだと思います。なるほどね。だからここで離脱率がどうなっていてとか、ここのボタンを押した人のページ遷移した時のコンバージョン率がどうなっていてとかっていうのがちゃんとマーケ目線で終えていると、じゃあこのページでこう入れすべきですよねとか、このセクションを入れるべきですよねっていうのが分かるけど、分かんないのでキャッチコピー変えたらいいですよっていう話になっちゃいますと。そうですそうです。プラスで補足をすると、求人広告ってあくまでも広告だと思ってるんですね。世の中の広告と本当に一緒で、コピーライティングの技術とか求職者に読み込ませるための文章構成とかがあるんですよ。共感させて、その後にうちの会社にできますよっていう強みを言って、その後に証拠を置くとかっていう形があったりするんですけど、そういうコピーライティング学んでますかとか、営業マンが写真もトップページねあるんでデザイン学んでますかとか、そういうところはすごい気になりますね。だからそういう勉強とかしてない営業マンはやった方がいいと思います。してるんですか？してますしてます。あ、してるんだ。めっちゃしてます。もう私自分で SNS 運用してるんで、それをバズらせるためにどうするかってむっちゃ勉強して、ちょっとこれ変えたら良くなったぜみたいな事例とか、私ちょっとこんなこと気使ってみましたみたいな、ちょっと分かりやすいのなんかないですか？まあ各社さんで結構うまくいくなと思うのは、さっき構成ってお話したんですけど、中身とか書き方とかじゃなくて、パッて見た時に強みがポンポンポンってここに書いてあるなって分からせるような行の使い方、行開業の仕方とかはすっごい意識してますね。あとは記号とかも白い記号を使うんじゃなくて、なるべくダイヤの黒いのを使うとか。すごい変わる？思い返してほしいんですけど、求人広告見ます？見ます見ます。もし求職者だとしたら求人サイト開いたら腐るほど企業があるわけじゃないですか、うん、だからむっちゃスキップしちゃうんですよ、うんうん、気まぐれでポンって押した会社でパッて見た時に目に留まる原稿じゃないと離脱しません。なんで流させないっていうのが結構意識してるっていうポイントで、そこに成功要因に黒い記号を使ったからかどうかわかんないですけど、その背景で見てるっていうところですね。そう、神は細部に宿る的な話ですね。そうですそうです。影山さんが言ってた話で結構好きなのが、写真の色全然違うのに変えたっていう話、あれは結構好きで、はい、求人広告の中で他の人が使ってない色合いにすることで、はい、パッとこうスクロールしてる中で目を止まらせて CTR を上げに行くっていう、あれテクニック論だけどすごいマーケ目線持った人のちょっとしたチップスだなっていうふうに思ったので、細かなテクニックを散りばめていくことで少しでも改善活動を重ねるみたいなのは大事そうですよね。なんかあのエピソード聞いて、ああなんかこの人そういう取り組みしてるんだみたいなのって思った記憶がすごいあります。ありがとうございます。他なんかこういう人に発注してるのはもうやめろみたいなのあります？大丈夫ですか？私なんかもう悪口いっぱい言ってもう悪口言っていきましょう。大丈夫です。効果がうまくいかなかった時に改善策として給与変えられませんかって言ってくるのはマジやばいと思います。結構いるんですよ。いや給与が低いからうまくいかなくてみたいな。いやそんなん分かってるわって思いません？会社の人だとそんなんいます？いますいます、全然いますよ。多分うんうんって思われる方もいらっしゃると思います。見てる企業さんで言われたことあるわっていう人ってそんないるんですか？いると思いますね。やっぱりあくまでも給与の書き方としてもうちょっとこういう風に書いたりできますかっていうのはありだとは思うんですけど、うまくいかなかった要因を全て給与が低いせいにしてしまうというか、やっぱ給与が低いんでねうまくいかなくてとかっていうのはやばいです。確かに聞いてるとやばいですけど、本職の人が言うとそれっぽくなりますよね。人事コンサルですみたいな顔してる人が「いや私はこれ給与が低いからですね」みたいな言われるとそうなのかなって若干思っちゃいますけど、うん、給与が低いってことも理由の一つに挙げられると思うので、うん、改善策ではあるとは思うんですけれども、うまくいかなかった理由を全て給与のせいにするは間違ってるかなと思います。他はっていうね、給与を変えるので最後の最後の施策じゃないですか。まあそうですね、本当にそれは思います。あとはそうですね、もしご提案してる営業マンが直販ではなく代理店だった場合は違う媒体にとりあえず載せてみましょうとか冒頭おっしゃられてましたよね。それあるあるじゃないですか。求人広告の営業マンってそうやって媒体を繰り返し変えていくことで食っている人たちだと思ってるんですけど、そんなんしたら4回5回ぐらいしか変えられないじゃないですか。根本解決じゃないので、まあ、それに逃げてますよね。営業マンはめっちゃいますよね。いますいます、腐るほどいます。結構嫌いそうですよその人。はい、逃げんなって思います、はいはい、大丈夫かこんな言葉遣いしててでもいいんじゃないですか。僕もなんかそう思ってますよ。リクナビダメだからマイナビに載せましょうとか、マイナビダメだったらなんか別の媒体出しましょうとかって全く意味わかんないじゃないですか。そうです。根本の解決じゃないんですよ。表面の解決なだけで。ちなみに変えてうまくいくってあるんですか？まあ多少なりとも媒体の相性はあるのでうまくいくケースももちろんあります。でやっぱそうなった時にあやっぱこの媒体だったねっていうふうに企業はなるので、その営業マン信頼してまた発注すると根本が治ってないのでうまくいかないっていうケースもありますね。まあそれをポンと言ってくる人には気をつけろ。そうですね。なるほど。直販営業の場合は媒体を変えられないので載せるプランを買いませんかとか載せるオプション買いませんかみたいな。それね高いやつにしませんかみたいなね。そうですそうです。プランアップにしません。もちろん一覧を獲得しないと対応うまくいかないので、そういう営業はもちろんおっしゃる通りだと思うんですけど、そもそも1回目で一番最上位企画じゃないとっていう話をした上での提案じゃないのそれはっていうのもすごい思いますね。確かにお試しでこれやってみてダメでしたね、でも高いのだったらなんといけるかもしれません、この間のお試しだったんでみたいな会話がこう繰り広げられると。これ難しいのがやっぱ直販で一媒体しか持ってないっていうところだと思うので、限界はあるかなと思うんですけど、できるところまで広告営業としての見せ方とかワーディングとかの勉強をした上でそういうところまでいけるといいのかなとは思うんですよね。これってちょっと今の直販っていう話で聞きたいんですけど、直販の人にお願いするメリットって何があるんですか？もうありますよやっぱり。あるんだあれ。直販と代理店の大きな違いで言うと、教育の制度だと思っているので、やっぱ大手企業様なので教育がしっかりしてるんですよね。営業のマインドとか人となりとかビジネスマンとしての対応がすごい素敵だと思いますし、あとはフォローっていうところもしっかりとお客様の採用から逃げないっていうマインドセットをされているので、適当な対応するような営業マンは少ないかな。やっぱ自社ブランドを背負っているので、代理店は代理店なのでこう逃げちゃうとかはあると思います。フォローが手厚くない可能性が代理店の方があると。ありますね。あとやっぱりあくまでも自社の営業マンなので、自社のメディアの運用をどうしたらいいのか、最大化させるのどうしたらいいのかやっぱり自社の営業マンの方が詳しいので、そこはやっぱりあるとは思いますけど、だからそこを全部直販並みに詳しくくて、かつ成果にコミットしてくれて横串させて見れる代理店が私ですっていう話なんですよね。はい、大体本当詳しいっていうか、まあ、結構オタクなんですけど、はい、その何かっていうと、私結構気になるのが、なぜ媒体会社がこのプロモーション打ってるんだろうとかも気になるんですよ。リクナビとかなんでキムタクなんだろうとか、広瀬すずさん使ったんだろう、前松岡真優とか使ってましたよね。そうですそうです。とか、あと炎天食だとバカリズムさんとかなんですけど、その炎天食のバカリズムさん使ってる理由とかも聞いてるんですよ。5年ぐらい前に誰にしようか CM キャラクターって話をエンジャパンが話した時に、ちょうどバカリズムさんが30代の一番評価がいいランキング1位みたいなタレントさんだったから起用して、それがそのまま継続してるみたいなことがあって、そういうプロモーションの背景があると、あ、そういう層をターゲットにしてる媒体なんだなとかってなってくるじゃないですか。ちょっとキモいっすね。そんなとこまでヒアリングしに行ったんですか。あ、そうです。直の代理店のマイラビ社の人とか、ドゥーダの人とか、パーソルキャラの人とか、キャリアデザインセンターの人に聞いてます。やっぱちょっとオタクでキモいっすね。いやでもそこまでやってくれる人ってなかなかいなそうなんで、信頼性高い。ありがとうございます。もう一個語りたいんですけど。もうどうぞどうぞどうぞ。各媒体ができた遍歴とかも結構あるかなと思ってて、実は媒体で一番始めたのってエンジャパンなんですよ。その次にリクナビだったのかな、確か。私は本当リクルートだと思ってたんですけど、僕もそう思ってました。何かのタイミングでサイトがリニューアルとかってもう各媒体あるんですね。ちょっとこれ話すの長くなっちゃうんで割愛しますけど、そういうのを知ってる知ってないで、今までの採用業界の、私今20何歳ですけど、生まれてない時の市場とかも頭に入ってくるんで、そういうことを踏まえた上で市況を理解すると、今後こうなっていくだろうとか、あとはこういうことなんだなっていうのがすごいこう分かるというか。すごい媒体好きなんですね。媒体好きですね。僕今の聞いて一切勉強しようと思わなかったですけど、そういう人が世の中に多いんで、影山さんみたいな人の需要が高いんですよね。ありがとうございます。まあそれのおかげがあります。そういう業者がいっぱいいますよと。でも私は違いますよと。この動画通して分かっただろうと。私が採用にどれだけ熱意があってオタクかと。最後の話とかちょっとキモいっすもん。いやでもキモさって専門性の裏返しだったりとか、めちゃめちゃいいことだと思ってるんで、そういう人にお願いしたいなっていう企業さんは多いですし、やっぱ僕もどちらかというとそういう人の方がちゃんと自分のこうクライアントを任せられるなっていう感覚があるので、こうやってお話を聞いているという形ですよ。ということでですね、今日はもう影山さんに存分にオタクトークをしていただいたんですけれども、かなり僕としてはこの横串と縦串の話だったりとか、求人広告ってマーケティングとしてどうこうだよねみたいな話とかってすごく企業さんからとっても僕にとっても刺さる話多かったなというふうには思います。で、採用お困りの企業さんとかは結構多いと思うので、ぜひですね概要欄の URL からホームページもしくは LINE から上元宛てに影山さんとつないでくれというご連絡いただけましたらつながせていただきます。採用っていうのはずっと付きまとってくる課題だと思うので、今の代理店が気に食わないなとか、もっと採用をうまくしていきたい上流工程から見てほしいなみたいな方はですね、ぜひご連絡いただければと思います。はい、それでは本日の動画は以上となります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。